はい、今回はですね、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンス、こちらに登場したモビルスーツガンダムアスタロト、これを作成してみたいと思います。はい、組み立て完了しました。非常にシンプルですね。装備もそれほどありません。まずデモリッションナイフ、ライフル、そしてナイフとなってます。このサイドスカートの大きなパーツ、これがブーストアーマーです。左右非対称のバランスの悪い機体なので、このブーストアーマーで姿勢を制御している、そういう風な設定になってます。あと左手にはサブナックルがついてます。通常の左手の外側に他のモビルスーツの装甲を利用して付けられたナックルとなってます。ではちょっと組み立ててみましょう。組み立て完了です。素組みした状態ではこんな感じです。非常にシンプルですね。ちょっと寂しい感じがします。じゃあこのキットを一手間加えて簡単フィニッシュでちょっと見栄えを良くしていこうかなと思います。修正ポイントとしては、まずここのアンテナ部分、ここが危険防止のために丸くなってますんで、ここをシャープに削っていきたいと思います。次にこちらのブースターアーマーのパーツの合わせ目ですね、ここが非常に目立ってますんで、ちょっと消してみたいと思います。ガンダムアイの部分はグリーンに塗装します。足のここの部分とここの部分、こちらはグレーで塗装します。ブースターアーマーのここの部分もグリーンで塗装します。ふくらはぎ部分もグレーに塗装します。肩のここのつなぎ目も消していきます。でこの中はグレーに塗装します。ガンダムアスタロト完成しました。手を加えたポイントを説明します。まずはここのアンテナ部分、ここをシャープに削りました。次にメタリックグリーンで塗装した部分を説明します。まずは目の部分ですね。そして、この胸の装甲部分、この2箇所、そしてサイドスカートのこのパーツ、そしてここワンポイントで膝の部分。次にグレーに塗装した部分はすねの2箇所、あとブーストアーマーのここここ、それと横から見たらここですね。あとふくらはぎの部分、ここはガンダムマーカーで塗装しています。モールド部分はガンダムマーカーシャープペンシルで墨入れをしています。白い部分も青い部分も同様です。そしてリアルグレードシリーズを作った時に余ったデカールをこういった部分に貼り付けてます。最後に全体をトップコートで仕上げています。武装の方を見ていきましょう。こちらライフルです。左手のサブナックル、指の関節が動きます。ナイフ、メイン装備のデモリッションナイフ、中央部から2つに折りたたむことができます。ハイグレードガンダムアスタロト、いかがでしたか？少し手を加えるだけでディテールがアップしたんじゃないかと思います。
それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。